足痩せしたいけどなかなか変わらん。スクワットやるけど前ももばかり効く。マッサージをしても筋肉質な足。原因は体幹部の低下、もも裏の筋力の低下によります。今回のメニューを行うことで足痩せができる。お腹がへこむ、代謝が上がって脂肪が燃えやすくなります。一緒に頑張りましょう。足を大きく開きます。つま先できるだけ開きましょう。かかとを浮かせたら少し膝を曲げて体を持ち上げて、またかかとを下ろします。あと見ながらやってください。できるだけ足を開いた方がいいです。かかとが浮くかどうかなっていうぐらいの足の幅です。ふくらはぎ痩せにも効果的です。OK です。今度は片足まっすぐ、反対の足はつま先を開きましょう。足首から膝が飛び出ないように足の幅を広げて膝を少し曲げます。このまま横に倒れます。あと横に倒れたら戻りましょう。少し膝曲げて倒れる。曲げてる足の内転筋に効いてたらバッチリです。曲げたら倒れる、戻したら伸ばす。今回は少し難しいですが効果的なメニューになってます。最後までやりましょう。 OK、 反対も一緒です。少し膝曲げたら倒れましょう。スタート。膝が飛び出てしまうと前ももに効いてきますので、足首よりも膝が少し内側ぐらいです。上半身を倒して曲げてる足のもも裏に負荷をかけましょう。OK です。両足つま先まっすぐで少し膝を曲げましょう。胸を張って体を遠くに持っていく感じで前かがみです。スタート。ももの裏が引っ張られる感じがあればバッチリできてます。膝があまり曲がってしまうと前ももに効きます。ほんの少しだけ膝を曲げて上半身を遠くに持っていく感じで胸張ったままです。少し膝を曲げて骨盤をグッと起こす練習をしましょう。スタート。グッとおへそをね、上向ける感じ。グッグッと、お腹をへこませながらおへそを上向けるイメージで、腰を丸めながらお腹を引っ込めるイメージ。 OK、 片足前に出しましょう。そしたらつま先をキュッキュッと股関節から開く感じで動かしましょう。あと足が細くならない人の原因っていうのはほとんど胴体部分の筋力の低下によって股関節が開かない、骨盤が下がってしまうことに原因があります。しっかり根本から改善することで早く足は痩せます。足のメニューを行うことで代謝が上がりますので全身の脂肪が燃えやすくなります。はい、 OK、 反対も一緒です。いきましょう。スタート。クッ、クッとつま先開きましょう。このくらい足出してる感じです。難しかったら反対足も上げてもいいです。何度もこの動画をやってください。早く足が痩せます。男性も足のメニューをあまりやらない方はね、こういったメニューから始めるとお腹もへこみます。 OK、 はい、つま先開いて少し膝を曲げましょう。このまま体重を右左でかけましょう。あと上半身をね
左右に揺れる感じで波になったような気分でね動きましょう。そうすることでいろんな足の筋肉の部位をね下から上下から上って使ってますんで、同じ場所ばっかり使っちゃうとね太くなりやすくなりますから、使う部位を動かしながらねまんべんなく使いましょう。はい、 OK です。片足まっすぐ、片足開きましょう。まっすぐにつま先向けてる足を少し曲げます。これで前かがみいきましょう。スタート。前かがみになるメニューはどれも膝を少しだけ曲げて上体を遠くに持っていくイメージで前かがみです。するとまっすぐ向けてる足のもも裏、お尻、つま先開いてる方の股関節を開く力がつきます。胸張ったまま OK。 反対足です。つま先開いてまっすぐの方を曲げる。いきましょう。スタート。遠くに持っていくイメージ。腰がね丸くならないように胸を張ったまま上半身を向こうに持っていきます。OK。 足とつま先を開きましょう。交互にかかとを上げていきます。足の甲を出す感じです。スタート。お尻が、ね、後ろに出ないようにお尻前に出していきましょう。これでねふくらはぎの位置が上がってふくらはぎがね小さく丸くなりますんで、ちょっとふくらはぎがね痛いかもしれませんが、これはストレッチかかってるんで大きくなることはありません。 OK。 つま先と足を大きく開きましょう。膝の上に手を置きます。できるだけ足を後ろに開いて上下に揺れましょう。スタート。これでね股関節と内転筋をね伸ばしてる感じです。手を下につけるんじゃなくて後ろに引っ張るイメージ。できればね肘伸ばしてつま先もしっかり開いて、もうこんな感じ。OK。 片方のつま先まっすぐで反対足はつま先を開きます。開いた方に体を向けましょう。これで前かがみ、あと前にかがんだら戻ります。曲げてる足ももも裏が効いてたらバッチリです。膝が出てしまうよって人は足をもう少し広げましょう。足首よりも膝がね手前に来るように、これで前から全部曲げてる足がね効いてます。はい、 OK。 反対も一緒です。いきましょう。スタート。膝が出ないように足首よりも膝が内側です。曲げてる足で踏ん張る感じ。そしたらもも裏を使います。ラストは足をねブラブラしましょう。スタート。足をねこうやって振ることで筋肉がね緩みます。結構マッサージをねしてもね揉み返しとかストレッチをしてもね伸ばしすぎて翌日筋肉痛とかありますので、一番いいのはねこうやって揺らすことがね一番力が抜けます。はい、OK。
できる人は毎日やってみてください。足が細くなりお腹がへこみ体型が変わってきます。やってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください。